このレッスンでは髪の毛の部分のエッジを作成します。はいそれではですねこの3枚目のレイヤーをオンにします。さあそしたらですねここにまたフィルターからフィルターギャラリーこれを適用します。はいそしたらですね表現手法のエッジの交際これを適用します。 はい、じゃあですね、このパラメータの方、こんな数字に設定してください。では、エッジの幅を6にしましょう。はい、エッジが太くなりましたね。で、エッジの明るさ、これを9にします。はい、全体的に細かいところも出てきます。で、滑らかさ、これをですね、10にします。はい、そうするとこんな感じになりました。では、これで OK します。 はい。こんな見え方になりました。ではですね、えー、このレイヤーに対してレイヤーマスクを追加します。では、レイヤーマスクの追加のボタンを、Mac の方はオプションキー、Windows の方はコントロールキーを押しながらクリックすると、はい。黒いですね。マスクができて全体見えなくなりましたね。そしたら、描画色を白にして、はい、不透明度は100%で結構です。 そして、ソフトなエッジですね。硬さゼロにした状態で、ブラシを、直径をちょっと大きめにしてですね。はい、このレイヤーマスクの髪の毛の部分だけ、このように塗っていきます。すると髪の毛だけですね。さっき作ったエッジが出てきて、このようにですね、見えるようになってきます。 はい、かなりですねひょこっと跳ねているので、えー、ちょっと周囲も見えますけどこのようにですね髪の毛が見えるようにしていきますはいそしたらこっちに加えて反対側もありましたねこちら側も髪の毛が見えるようにこのように塗っていきます この辺も出てますね、えー。顔にかからないようにこの辺ちょっと慎重に塗りましょうはいこのような形で髪の毛がですねより明るいエッジで出るようになりましたさあこんな形で同じようにエッジを拾ってるんですけどそれぞれ設定を変えることでこのようにですね立体的で複雑な輪郭ですねこれを作ることができました